下地島は、宮古列島の島の一つである。全島が、沖縄県宮古島市に属する。狭い水路を隔てて、東側のイラブ島と隣接し、六本の橋で結ばれている。また、2015年のイラブ大橋開通により、イラブ島を介して、宮古島とも陸路で結ばれた。2005年に合併によって、宮古島市の一部となる前は、イラブ島と共に、 宮古郡イラブ町を形成していた。面積の約98%を公有地が占めており、日本で唯一パイロット訓練用空港として作られた下地島空港がある。面積9.68平方キロメートル、周囲17.5キロメートル、人口95人。珊瑚礁の隆起が、全員の隆起珊瑚礁の島で、島全体が第四期更新用の多行室の、 琉球石灰岩で覆われている。形状は非常に平坦で、標高は最大で21.6メートル、河川はない。イラブ島との間には幅40から100メートルの狭い水路が約3.5キロメートルにわたって続く。水路が狭いため、航空写真などではイラブ島と一つの島に見えるが、両島は地続きではない別の島である。この水路には6本の橋がかかっている。 島の南側は単調な海岸で、西側は険しい海色がけが続く。北側は、下地島空港の滑走路が海に突出し、滑走路の東は小さな入り江になっている。下地島空港を除くほぼ全域が、イラブ県立自然公園に指定されている。朝鮮王朝実録の清掃8年2月の上には、宮古島に漂着した朝鮮船の上院の記録があり、 その中に下地島に否定される、地阿佐古島の記述があって、宮古島と下地島など、近隣の五島の島民は互いに往来していたという。また、古琉球の頃には、伊良部島の沢田に木泊村があったとされ、村跡が残る。この村は古琉球の間に津波で壊滅したとされるが、イアスシシ正家府には、16世紀の火星年間頃の人物と推定される木や、 白あたい人に関する記述があり、この木や白が木パクとするならば当時まで村が存在したと考えられる。近世諸島にイラブ村のイアス、聖、国中のり人が八重山でお牛、目牛を2匹購入してきて放牧したといい、以降は牛や馬の牧場があった。1767年に寄生山親方は馬が風雨や干渉をしのぐために、 アダニやモロキを植えるよう指示している。1769年にイラブ島との間に、沢田石橋が築かれたが、1771年の八重山地震に伴う名場の大津波により一部が破壊された。この津波では、平坦なため放牧地や畑が水没し、馬や牛、羊などが溺死している。下地島に13畳もの高さの大波が打ち寄せ、 西岸の帯岩などが打ち上げられたとされる。ただし、近年の研究によって、先島諸島では周期的に津波が発生したことが明らかになっており、帯岩はより以前の津波によって移動したとする説もある。下地島空港事務所、ありがとうございます。